フルフロ第二次ネオジオン戦争以降、弱体化の一途かつての伝説にだが、箱の NT 自治化しマリーダ・クルスが操るクシャトリアの奇襲により、バナ対してネール・アーガマ艦載機は壊滅。この惨敗としか言い、その屈辱、仲間の犠牲、自分の不甲斐なさに子供の頃、テレビでザビ家の演説ってのを聞いたことがある。ジークジオ、ジークジオ、ギレン・ザビ、君のおじさんネオ・ジオンでもやってるんだろ。ここで言ってみろよ。君がジオンのお姫様なんだって。そうでないとミネバ・ザビともあろう者が、なんだって一人で連邦の船に潜り込んだのか。でもあいつは、バナージュは最後まで君の名前を呼んでた。ミネバ・ザビじゃなくてオードリーって名前を。何も分かっていないのですね。フルフロンタルがあくまで私をミネバ・ザビであると認めなかったのはなぜだと思い。それはこちらの人質作戦に乗らないために。考えれば分かることです。この10年近く私が捕まらずにいたわけ。ネオジオンが再び地球圏に拠点を得て軍備を整えられたわけ。デキレースだって言うのか。インダストリアルセブンでの一件もすぐに報道されなくなる。家族や友人を失った人たちには許しがたいこと。でもスペースノイドはそうした理不尽に慣れている。その不満の受け皿、怒りの矛先として連邦は私たちの存在を容認してきた。これまではラプラスの箱がそのバランスを崩した。連邦にはネオジオンとの関係を清算しようとする動きがあるのかもしれない。だからこそビスト財団は門外不出の箱に手をつけたのだと。難しいんだな。俺は自分をパイロットだと規定してきた。モビルスーツを動かして与えられた任務を確実にこなすのが仕事で、他のことは考える必要がない。たまに不正が起こっても自分で自分を正す力が連邦政府にはあるって。いや、嘘だな。見ないように、考えないようにしていたんだ。家にいる時からずっと。君はなぜ一人で行動を起こしたんだ。私にも生まれついた家というものがあります。一年戦争の悪名を背負った家です。私は政治と無関係。君はジオンのリディーム、あなたの家と。一方、ユニコーンと共に袖付きに囚われたバナージュはネオジオン残党の拠点パラオの総司令部に移されていた。本来鉱物資源衛星として機能していたパラオの内壁には、今もなお3万人以上の居住者が一つ。そしてその司令部、それはすでに滅んだ。旧皇国軍最後の砦アーバーワクーにこんな部屋があったらしい。このパラオの総督は旧ジオン公国の熱烈な審判でね、人の行為は素直に受けなければならない。趣味に合わないことでもな。それも指導者に求められる資質の一つだと思っている。具合はどうかな。あのガンダムから君を救出するのに随分苦労したと聞いている。あの、ん？失礼ですが、その仮面は傷か何かをお隠しになっているものなのでしょうか。もしそうでないのなら顔を見せていただきたいのです。貴様、
いい。アンジェロ大尉、マナージ君は礼儀の話をしている。はっ。これはファッションのようなものでな、プロパガンダと言ってもいい。君のように素直に言ってくれる人はいないので、つい忘れてしまう。すまなかった。ミネバ様との戦いは聞いた。しかし君がビスト財団からユニコーンガンダムを託された経緯についてはまだ不明瞭な点が多い。あれは本来我々が受け取ることになっていた機体だ。カーディアス・ビストはなぜ君をラプラスの箱の担い手に選んだのか。ここへ運ばれてくる間に話した通りです。それ以上のことは自分も知りません。箱を隠し持つがゆえにビスト財団の栄華はあった。連邦政府との協定を破ってそれを差し出すからにはたやすく変更できない計画があったはずだ。当初の予定が狂ったからといって行きずりの相手に箱を託すとは信じがたい。例えば君もビスト一族の関係者だったとか。答える義務あるんでしょうか。貴様、やめろと言った。アンジェロ、なめるなよ小僧。答える義務はない。だが我々は箱の情報を欲している。ミネバ様のことがあるから穏便な聞き方をしているのだということは覚えておいた方がいい。そのミネバ、オードリーが言っていたんです。今のネオジオンに箱を渡してはいけない、また大きな戦争が起きてしまうって。ほう。俺たちのコロニーでインダストリアルセブンで起こったことを思えば誰だって同じ気持ちになります。彼女はジオンのお姫様なんでしょう。そのオードリーが反対しているのにどうしてあなたたちは。では君は信じているのか、ラプラスの箱の存在を。誰も見たことがない、中身も定かでない箱なるものに本当に連邦政府を覆すほどの力が秘められていると。それは分かりません。でも一瞬で世界のバランスを変えてしまう知識や情報というものは確かにあるように思います。例えばジオンが最初にやったコロニー落としとか、小惑星を落下させて地球を冷やすとか、9世紀の核爆弾もミノフスキー粒子やモビルスーツだってそうです。世界は安定しているように見えても少しずつ変化しています。そういった力のある発明や実験ならタイミング次第で。正しいな。歴史をそのように理解できる君なら宇宙移民が機敏政策であったことも分かっているな。サイドごとの自治が認められてはいても市長の任命権限は中央政府に独占されている。その中央政府の選挙権も与えられないというのでは、スペースノイドは参政権を剥奪されたも同然だ。我々ネオジオンは一枚岩ではない。連邦の…でもテロはいけ…どんな理由が…では貴様、武力の…俺の…たとえ流れだな…バナージ君にはまだ…俺が…君には…あなた…今の私…空に…彼らがそう望むなら…銃を向け合った相手に突きつけられた現実をバナージの理性は即座に受け入れずにいた。少女と彼の精神は…Thank you.
Thank you.
Thank you.
の子の力。いや、違う。お前は誰だ。ここで倒す。We'll be right back.
星という名の光を消してしまってはいけないんだ。こんな戦い怖いことだってわかるんだよ。その程度で you